絶好調に。もうこの格好が定番になってきたけど、おい、おはようございます。さゆのもさゆ、さゆ美味しい。ちゃちゃっといきましょう。雪降って雪、あ、今日もすごい。今日は昨日よりもちょっとすごい。山もめっちゃ真っ白ですね。でも今から中学校に部活動の指導に行くので、で先生から今どうですかって電話かかったので、どうですか、僕は全然大丈夫ですよって。本当雪に対しての恐怖心がないんでね。本当若い頃雪降るとウキウキしてこう出てね、キューって書いてね、スピン書いてね、スピンを書く練習をしてたんでね。雪降ったら、なのでまあ全然僕行けますよって言ったら、先生が、あ、じゃあトレーニングやりましょうって。いや俺からしたら生徒たちの方がね、生徒たち来れるんですかって、まあ、言ったはいいんやけど、いや雪降っても学校来ますからね。いや違う、昨日でも中津市は、休校になりましたからね、学校。いや今だからもう今雪、大雨、あれ、夏、猛暑はね、学校が休みになったり、部活動一斉禁止になったりする時代なんでね。いや、本当時代ってやっぱすごいですね。人間に優しくなってるんですけどね。で、俺が、やっぱ雪に恐怖心がないっていうのは、やっぱ本当思うんやけど、いつも自然に感謝してるからだと思うんですよ。自然にものすごく感謝してるし、いつも自然と対話してるんでね、なんか自然が俺をなんか怖い目に遭わすようなことはしないっていう、なんか根拠のないなんか固定概念があるのと、でいつもね、じゃあ何かあったらどうするんですかって、まあいろんな何かあったらどうするんですかがあるやろうけど、まあね、事故が起きたとしてもこのくらいの事故でよかったって思うやろうし、まあ相手がいたりするとね、それはちょっとごめんなさいでね。でまあ保険には入ってるのでね、本当で、まあもしも俺の命がなんかね、なくなるような、本当極論ですよ、もうどんどん考えていけば。でもね、本当一番最後、俺の一番強みは、もしも俺の命がなくなるようなことがあったら、神様がもう迎えに来たんですね。それはもうすごい喜んで、神様こんなもんでいい、このくらいでよかったですか今世はつって、もうまあ俺は目いっぱいやりましたよって言って終われるのでね、いつでも。だってこのぐらい毎日ね、幸せやなっつって焦点して終われる人生送ってるんやったら本当にですね。うん、はい。まあで、もう周りに迷惑かけたらいけんけど、まあ、かけた時はそのなんていうん、いろんな保証があるじゃないですかね。はい、まあそんくらいにしとこうかな。うん、極論言い出すとキリがないんでね。でも雪はすごい綺麗な今日朝ね、景色見せ、あ、それわかる。でもね、すごい雲一つない晴れ晴れとしてるんですよ。でも今日は一日かけてね、見えんかな、ほらご来光、朝日が、いや綺麗だね。いえ、うわ、太陽さんありがとうね。こういうすごい素晴らしい景色を見せてくれるね、大自然に本当感謝ですよ。もうね、ちょっとここら辺がちょっと朝日で綺麗ですね。なんか朝の雪の話でもう4分も喋った。で今日の朝の鴨明さんのお題は、まだ投稿してないんでやけどな、まだ持ってないけど、手に入れたいもの、
でもこれは、いや、ずっと頭の中にあるのは、やっぱ今がベストって思って生きてるんでね、今持ってないものって言われれば何なんやろ ってなって、やっぱ嫁さんからの信頼度 お嫁さんからの信頼度と信用度 一緒よね これが、まあ、今世人生終わるまでに、取り返すとかじゃないんですよ。新しい俺への信頼度ができたらいいかなって。やっぱそれ書こうかな。それと、あとはまあ、今は持ってないけどっちゅうても、このままいけば大丈夫だとは思うんやけど、そのヤシャマ孫ね、120何歳まで生きたとしたら、ヤシャマ孫の次まであるので、ヤシャマ孫の次が何孫やったか忘れたけど、なんか名前があるんですよ一応。まあそれまで健康に孫と遊べる体を、どっちかですね。すごい、今夕日のね、光が綺麗、かな、っていうのを書こうかなと思ったんやけど、そのどっちかを書きます。あとはもうバッチリです。バッチリって言いながらも、目の前にやってくることをやってたらね、また来年の今頃は、去年の今頃よりも全然またレベルアップしてるんですよ。本当に、去年の今頃は、見えない相手と、に見えない、会えない、相手に対策を立てて、ね、年度末3月を乗り切らないといけなかったんで、今年はもうそんなんから考えたら、もう全然、トラブルを起こす人も身近におるし ね、ちゃんとコミュニケーションを取れる位置にいるので、もう全然今年は楽勝ですね。起きてる内容は去年よりもハードに見えるんやけど、俺的には気分的には全然、今年の方が楽勝やし、なんかいいですよ はい、じゃあ今日も雪降ってますけど、絶好調で、今日はお母さんに会いに行くんでね。ああ、お母さんに会いに行くのに、なんか孫動画を撮ってあげたかったけど、今日は撮ってないな。まあいいか。はい。孫動画を撮ろう。ね。お母さんとこ行くまでに。ね、孫動画見せるとお母さんがめっちゃ喜ぶんですね。タレントコン子供ね、ちって5回ぐらい言うけどね。はい。な感じで学校行きましょう。よし、みんなで幸せになろうよ。人間だもん、幸せってみんなでならないとなれないんだよね。自分だけ幸せって言葉ではわかるけど、実際に自分だけ幸せなんてありえないんです。自分の周りの人間が不幸で苦しんでいるのに、自分だけ幸せなんてありえないよね。だからみんなで幸せになろう。小さな笑顔から始めよう。これくらいなら誰にでもできるよ。ね、素晴らしい。小さな笑顔。めっちゃ大きい笑顔やけど、ね、今日も笑顔で頑張ります。頑張るのは、ちょっと、晴れ晴れとした顔って書いて頑張るです。僕のね、晴れと顔で頑張るって読むんですね。これ、ひとりさんの造語ですね。この顔で頑張ります。そう、入院してる時にね、頑張れ頑張れって言われてて、もう俺こんだけ頑張ってるのに、これ以上頑張れんようちてね、もう頑張るっていう言葉がもうものすごく嫌だった時期があって、でもひとりさんの本読んでて、ひとりさんの頑張るは顔が晴れ晴れとする頑張るって読んだ時に、これやーって思って、それからまた頑張るっていう言葉が言え出したんですけどね。で、生徒たちにも言うんですよ、あなたたちはよう頑張ってるってね。でもこの頑張ってる頑張るは
顔が晴れ晴れとするっていう字なんよっつって、でそれを教室にね貼ってもらって、これ見ていつも晴れ晴れとした笑顔で頑張ろうって、よく言ってましたね。 であよかったね。いや本当、寒いけどね、雪もすごいですけど、自然と仲良しでよかったです。はい、自然と仲良しでよかったね。はい、ほほははほははは、イエーイ、いいぞいいぞ、イエーイね。自然と仲良しだったら本当に本当に綺麗な素晴らしい景色をいつも見せてくれるんです。心地よい風を感じさせてくれるんです。なんか本当自然の恩恵に感謝するようなものが見れたり、与えていただいたり、本当神様ありがとう。 よし、大丈夫って、樹海を、大丈夫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 ね。この言霊っていうのも神様がくれた、唯一人間にだけくれた最強のアイテムですからね。なんとかなるって、樹海を、なんとかなる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 、よっしゃ、ついてるって、樹海を、ついてる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 、よし、無事。よっしゃ、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください、2倍速で見てください。よっしゃ、終わりましょう。4級が見れるな。4級。いいね。じゃあ、笑顔を作って終わります。ついてる笑顔で。にゃ。プチ。